昔はねあの漁師さんがこう手,手の船でねこいで行ってそれでタイの浦行くと皆さんが「南妙法蓮華経、南妙法蓮華経ってお題目を唱えながらタイを拝みました今は観光で行きましてタイを見物するようになった昔は信仰で拝んだけれども 今は観光で見物する時代になりましたけれども小湊では鯛をずっと保護してます今年2月の6日にですね鯛のお葬式をやったんですよ小湊じゃ鯛は食べません網にかかって生きてれば海へ戻しますしん肉に死んでしまったらばそれを冷凍保存をして タイが何十匹がたまるるとお葬式をするんです。今年は約70匹をお葬式をいたしましたでちゃんとね火葬場へ行って2日間かけて火葬するんですそれで人間様と同じ骨壺にお骨を入れて大の裏会館にあるお仏壇の前に備えて 私がお骨上げのお経をやりましたで次の日に6日の日には誕生寺様の祖師堂へその鯛の遺骨をご奉案をしてそうして町中の皆さんが集まって鯛のお葬式をして誕生寺さんの片隅にある鯛塚という、まあ、お墓へその鯛の遺骨を納めをして納骨をする。 今都会でではどううしょう親のお葬式もやらないような方がポチポチと増えてきたそういう中で小湊ではちゃんとこのタの葬式も営んでおりそういうことで小湊は本当に信仰に培われた中で人々はみんな生活をしております。 だから小港の人たちはねみんなお経は読めますよ。方弁本おじ掛け人力本の下観音業の下欲領衆の訓読台場だった本陣達大からの訓読それから如来人力本別府族の訓読それから宝峠べて読みますよ。 でね、器用なのはねちゃんと太鼓を叩いて読むんですこうやって「自画特別雷照鏡照コスシューム両百選」皆さんみんな読める方便本もね方便本第二二次生存十三枚岩城に記号車里こうやって太鼓叩いて読むんですよお字掛けみたいにね5文字で区切られてれば これで合うんですけども方便本は本当は当合わないその合わないのを伝統の中で使わわれてて合しちゃってる <laughs> 若いお坊さんはね皆さんと目標がたたけない私もたたけなかった今ようやくたたけるようになりましたけどねそういうことで小湊の方々はみんなお経も読むそしてそのお経が読めないと近所付き合いができない。 お葬式でも法事でもご近所の方が集まってお坊さんと一緒にご経を読むこの習慣が今でも残っておりますこういう中で手を合わせるこの信仰というものがちゃんと行き渡っておりますので小湊には犯罪がない悪い事件が起こりません今宗門では命に合唱 そして安穏な社会づくり人づくりというものを推奨をいたしておりますけれどもやはりこの信仰というものが生活の中にしっかりと根付いていれば悪いことは起こらないです。そういうふうに信仰がしっかりと根付いておりますのが このお祖父様のお膝元であります坊主特に小港でございます今社会はどうでしょう毎日毎日嫌な事件が起きております親子がお互いに傷つけ合い夫婦が傷つけ合いまあ、本当に乱れた社会が今の社会ではないでしょうか 先ほど拝読を申し上げました、如来受領本、お字掛けの中には、今日皆さんのお手元にもちょっとコピーをして差し上げてありますが、法一弱強欲大王悪道中というお字掛けの御文がございます。法一弱強欲大王悪道中、法一にしてご欲に弱し悪道の中に落ち難。 法律ということは勝手気ままとということです自分勝手で気、ま、自分を気ままにしてご欲に弱視悪道の中に落ちたん自分勝手にしてこのご欲というのはこの五体から出てくる欲です。目の欲耳の欲鼻の欲口の欲肌の欲現に尾絶身のこの五体から出てくる 欲,を欲と言います、えー、皆さんのお手元にも確かちょっと触れておきましたけれどもこの「原理美」で真の五感から起こる色「四季政味美食」色の欲望これを「五欲」と言います。この「五欲」に弱視悪道の中に落ちなんと法華経には説かれてる。 このご欲に執着をしていくと人様に迷惑をかけるような悪道に落ち込んでいきますよというのがこのお出かけのご問でございます欲というものは我々は捨てられませんだけれども執着をしないで上手にコントロールをしていくこれが信仰なんですその信仰がないとどうしてもこのご欲という 欲に執着をすることになり人様の迷惑になるような人間として落ち込んでいくというのがこの法逸弱強欲打を悪道中といいう御文でございます、えー、江戸時代名奉行と言われました大岡越前守忠介という方がいらっしゃる。この大岡越前の神を 町奉行として抜擢をいたしましたのが将軍吉宗公でございますある日のこと将軍様に呼び出されました大岡越前の官これはこれは上様ご機嫌うるわしゅうござりますお大越前よう参ったその方非常に評判がいいようだが 善悪というものを見定めるのは非常に難しいことであろうのいえ、上様のお言葉ではござりまするが善悪を見極めることはさほど難しゅうはございません。ただ、その悪をどう罰するか、その両加減が難しゅうございます。 そばで聞いておりましたのが、当時10歳になります陽君家重子。越前世はまだその善悪というものを見たことがない世に善悪というものを見せてくれぬかこの突飛な質問にですね居並ぶ重臣たちはあの越前がどう答えるであろうと興味津々で見つめました。 越前の守も一瞬戸惑いましたが若君あいにくと越前今日は全額を持ち合わせておりません明日ご覧に入れますので一日ご猶予をいただきとうございます申し上げまして一日の猶予をいただきました次のの朝越前の神は 針子のだるまをたもとに入れて途上をいたします上様並びに若君お約束通りこれから善悪をご覧に入れますたもとからおもむろにだるまを取り出しましてコロコロっと転がします越前それはただのだるまではないかはいさようでございます 『越前の神は実に真面目に答えます。居並ぶ重臣たちもあのだるまを転がして越前は何をするんだろうと思って興味津々で一膝乗り出して「若君ご覧下さりませ」と言ってだるまを何回か転がしますとコロッと起き上がります。 何回転がしてもだるまが起き上がる若君これが善でございますまことの善というのはいくら倒そうと思っても倒れるものではございませんしかしながら若君よくご覧下さりません善と思うただ,だるまも小金を背負えば一両をそのだるまの 背中に結びつけましてコロッと転がしますとその小判の重みでだるまがコロンとひっくり返るまた投げるとまた横倒しになる越前の神は異議を正して上様,上様並びに若ぎご覧の通りこれが悪の姿でございます。 善と思うただるまもいささかの欲に迷いますとこのように悪に変わります。欲には数,りえ数限りがござりません。食べ物の欲、名誉の欲、地位の欲、金銭の欲、男女式場の欲欲には数限りがござりませんが、 この欲に迷いますると大事な親を捨てかわいい我が子を捨て兄弟をも争いをいたします私が毎日毎日奉行所で取り上げます訴え事のすべてはこの欲から起こったことばかりでございます」と言って越前の神が口をつぐ。 なるほどなあという籠をして将軍吉宗は小判を背負って横になっている達磨もじっと見つめていたというお話が今でも残っております。